機関車トーマス。ヘンリーは安全第一というお話。ソドー島の機関車たちはいつでも役に立つ仕事をしたいと思っている。一生懸命車輪を回転させ、ピストンを動かし、ボイラーを泡立たせて働いていた。でもいつもうまくいくとは限らなかった。ある朝ヘンリーは楽しそうに走っていた。ところがその日はなぜかカーブを曲がった後で、なんと古い貨車に突っ込んでしまった。こんなところに貨車があるなんて誰が置いたんだ。ヘンリーのピストンとロッドはぶつかった衝撃で壊れてしまった。大丈夫かいヘンリー。私が整備工場まで押していこう。ありがとうヒロ。ソドー整備工場にはビクターとケビンがいた。お昼までに私たちがそのピストンを直してやろう。任せてください。なんでまた古い貨車なんかに突っ込んじまったんだ。誰かが置きっぱなしにしてたんだ。安全第一だぞヘンリー。ヘンリーは長い間ソドー鉄道で働いていたが、安全第一という言葉を聞くのは初めてだった。安全第一っていうのは事故の原因になりそうなものに気をつけるってことですよねボス。その通りだケビン。ヘンリーは事故にあったんだ。ドカーン。しばらくすると無事に修理が終わった。これからは安全第一だからな。危険なものは取り除かないとダメだ。出ないとまたドカーン。ありがとうピクター。仕事に戻ったヘンリーが走っていると、前の方で電柱を乗せた貨車が止まっていた。突然その貨車から一本の電柱が転がり線路の上に落ちた。うわー、これは大変だ。このままにしておいたら危険だぞ。ロッキーを呼ばないと。ヘンリーは急いでソドーレスキューセンターへやってきた。ロッキー早く来てくれ。行っていいかどうか確認しないと。緊急事態が起きるかもしれないからな。その緊急事態が起きたんだよ。安全第一じゃなきゃダメだ。ロッキーも初めて安全第一という言葉を聞いたが、それが重要なことだと分かった。ヘンリーはロッキーを急いで連れ出した。ヘンリーとロッキーは電柱のところへ急いだ。これを動かしてほしいんだロッキー。こうしてロッキーとヘンリーはその貨車を安全な側線へ移動させた。安全第一を守っていたら線路で起きる事故を防ぐことができるぞ。その通りだヘンリー。じゃあ俺はレスキューセンターへ戻らないと。じゃあパーシー。パーシーは困っていた。あれれ、おかしいな。ここに電柱があったはずなんだけど。安全第一だよパーシー。ヘンリーとロッキーは分岐点にやってきた。ヘンリーはそこで大きな電線の束を見つけた。彼は心配になった。大変だよロッキー。もしこの電線の束が分岐点に転がったら事故が起こっちゃうじゃないか。すぐ片付けないと。先に確認した方がいいんじゃないか。でもこれは緊急事態だよ。安全第一だ。
安全第一を守っていたら線路で起きる事故を防ぐことができるんだな。その通りだヘンリー、俺はもうレスキューセンターへ戻らないと。その時ヘンリーはまたパーシーに会った。やあパーシー。大変だ、どうしよう。ここに電線の束があったはずなのに。安全第一だからなパーシー。うちゃ、電柱も電線も両方ともなくなっちゃったよ。だがヘンリーにはもうその声が聞こえなかった。ヘンリーはゆっくりとレスキューセンターに向かっていた。その時隣の線路をパーシーが通り過ぎた。スピードを出しすぎだよパーシー。ゆっくり、そして慎重に走って。毎日安全第一だからね。だが急いでいたパーシーはその話を聞いていなかった。その後もヘンリーとロッキーは楽しそうに走った。すると突然パーシーがカーブを曲がったところで止まってしまった。うん、どうしよう。大変だ。おい、どうしたんだパーシー。長い距離を早く走りすぎて水がなくなっちゃった。ヘンリーは不安になった。ロッキーに君を移動してもらわないと。安全第一だ。パーシーはあっという間にロッキーの長いクレーンで持ち上げられ、線路の上で宙吊りになった。そこへトップハムハット卿がやってきた。彼はカンカンだった。ロッキー、パーシーに何をやっているんだ。安全第一のためです。安全第一はとても大事なことだなヘンリー。だが緊急事態が起きたんだ。トビーがロッキーの助けを必要としている。それにパーシーは運ぶはずの電柱と電線がなくなって島を探し回っていたんだぞ。ヘンリーは自分の間違いに気づいた。ロッキーをあちこち連れていくことやパーシーの電柱と電線のことを確認するべきでした。本当にすみません。事故を防ごうと思ったのにこんな風に問題を起こしてしまうなんて。トビーのところまでロッキーを運びます。よし、頼んだぞ、急いでくれ。こうしてパーシーは線路に降ろされた。ヘンリーは急いでロッキーをトビーのところに運ぶ。そこではなんとトビーが脱線していた。本当の緊急事態だったのだ。それじゃパーシーのことも助けないと。戻る途中でヘンリーは線路に古い貨車が置いてあるのを見つけた。彼は心配になった。どうしよう、これも大変だぞ、安全第一なのに。そこへトーマスが現れた。トーマス、どうして古い貨車があるんだい。心配ないよヘンリー、これは今から僕が運ぶんだ。ヘンリーはちゃんと確認してよかったと思った。ヘンリーは片付けてしまった電柱と電線の束を運び出した。それからパーシーを探すため元気よく走った。給水塔のところに来るとヘンリーはパーシーを見つけた。木が倒れて線路を塞いでいる。大丈夫かいパーシー、すぐ助けるよ。ありがとうヘンリー。ヘンリーはもう何をすればいいかよくわかっていた。彼はロッキーを連れてくることにした。安全第一で事故を防ぐためにはまず確認することがとても大事なんだ。ヘンリーは安全第一というお話でした。旅に出よう、遠いところへ、世界中を巡ろう、すごい冒険が待っている、たくさんの発見が待っている。 Let's go! トーマスたちの旅は続く。